はい、今回紹介するアイテムはこちら。ナイキのエアプレストフリースですね。はい。2000年だったと思うんですけど、最初にエアプレストが発売されたと思うのは、非常にそこから人気で、ね、復刻も何度かされてて、で、撮影してるのが、2015年9月なんですけども、つい先日ですね、ナイキ .com さんの方で、発売されて、偶然見かけて、あ、いいなと思って普通に買えたんですけども、これはフリース素材のやつですね、これが。で、ナイキエアプラスではですね、私2000年出た当時は、多分買ってない、あんま記憶がないんですよね。で、これね、サイズ、これ、ここに、どうしよう、S って書いてあるのわかりますかね。はい。サイズがですね、XXS から XXL までなんですね。26とか27とかそういう表記じゃないんですよね、これはね。で、S はですね、27から28ですね。で、私は27.5をナイキを買うときは大体履いてるんですが、この S でちょうどいいですね。はい。でですね、まあ、確かにその2000年代だけかっこいいなと思っていながらも、まあ、あんまりそんな、こういう靴を履く習慣とか なかったんですが、まあ今、ジムとか行き始めたり、運動とかするようになったりして、こういうね、スニーカーとかをよくちょこちょこ履くんですが、なんか、エアプレスト当時の印象は、なんかこう、なんでしょう、こう、夏に履く、こう、気軽なスニーカーみたいな感じで、サポート力もそんなになくて、こう、なんつったらいいかな、サンダルに近いような、フリー、ナイキの今ってフリーに近いような、そういう感じの感覚だったんですが、これはまあ、サポート力はね、そんなにこう、まあ、ここで止めてるだけなんてこのないんですが、かかとの収まり具合とか、あとクッションがめちゃくちゃいいですね。今で言うと、エアハラチとかエアハチライトとか、ああいう感じのブリンブリンのクッションですね、ここはもう、リアもね。ソールこういう形ですね。はい。で、ヒールがこんな形ですね。とても履き心地いいですね。このフリース素材。これがいいですね。ほんとね、滑らかというか、優しいというか。冬用、これから今、秋から冬に向けて。冬だとまあちょっと寒いかな。秋口とか、そのぐらいには非常にいいんじゃないですかね。なんかこう、紅葉の季節のウォーキングとかマラソンとか、その辺なんかにはぴったりなんじゃないでしょうかね。一応ですね、ナイキドットコムさんで売ってるお値段の方がですね、1足あたり1500、あ、ごめんなさい、すいません。15,120円なんですが、まあ、ほとんど今プレミアついちゃってる状態で、まあ、だいたい2万円オーバーだと思います。はい。なんで、まあ、なかなかちょっとね、割高感は否めないんですけども、まあ、エアプレスト自体ね、いろいろこう、カラーが出てたり、人気のカラー、それからプレミアカラー、いろいろあると思うんですけども、私このグレーのこれが非常におすすめですね。はい。で、色がですね、このグレーのやつとフリースのやつはもうちょっと真っ黒、オールブラックってやつがありましたね。で、私が買うときにはですね、オールブラックの方がもうすでになかったんですよね。あっちの色の方が人気なんですかね。まあ年齢的なこともあるのかしらないですけど、私はこっちの方が 好みですね。あとなんか、普通にこう、フリースじゃなくて普通のメッシュっていうんですか、ああいうのはいっぱい色々あって、黒、黄色とか、黒、白とか、おしゃれな格好でいっぱいあるんですけどもね。はい。まあ、軒並み高いですね。はい。で、サイズがやっぱりこう、特殊サイズなんで、気をつけて、買うようにしてほしいですね。一応ですね、まあ、XXS からあるんですけども、この S で27から28ってところですよね。で、M になっちゃうと28から29、L だと29から30センチってなって、アパレルとか洋服の感覚でいくとどえらい目に遭うと思うので、その辺はくれぐれも気をつけてください。はい。概要欄の方にね、サイズの換算表みたいなところをちょっと入れておきましょうかね。まあ、ご興味のある方だったら全然もうね、結構もう2010年以上前っていうか、ね、結構発売されて長い靴なんで、ご存知かと思うんですけど、まあ一応念のために入れておきますね。あと概要欄の方に商品リンクがあれば入れておきますので、ご興味のある方はご覧になってみていかがでしょうかね。あとなんか説明書とかあったかな。まだそこ買ったばっかりで、そんな履き込んではいないんですけども、まあまあ、靴に関しては大体、なんとなくですか、分かってるんで。あと、インソールは、こう、脱着式ですね。もうすぐ、ペロペロペロって取れますね。はい。あとは、
うですね、まあ、多少中は伸縮性こう伸びがねあるんで、サイズに関しては例えば私、27なんですけども、S 買って大丈夫ですか、28までブカブカになりませんかっていう、あんまりその辺は気にされなくてもいいかもしれませんね。結構ここでキュッと止められるので、はい。ただまあ、あのナイキのいつもの靴のと同じですね。私はあの幸い 27.5 でちょうど真ん中ぐらいなんでいいと思いますけど、はい。だから問題は28の人がちょっとどう感じるかと思いますね。で、足型が細い人は S が27から28なんですよ。 M が28から29ですよね。だから28とか27ぴったりの人がちょっとあの幅が狭い人は下のサイズ、幅バンビロの人、高高の人はあの上のサイズ買ってもらえばいいと思いますね。あ、うん、そんな感じだ。あとこれ甲は割と低めの靴です。あの私 27.5 で真ん中なんですけど、まあ、圧迫感というかグッと抑えられてるなっていう感じはしますので、甲はゆるゆるな感じなんですね。まあもちろんそのこういう履き口なんで、うん、なんでしょう、あんまりゆるゆるだったら脱げちゃうんでね、はい、多少タイトな作りになってると思われます。はい。でフロントにこうナイキのこれは刺繍ですね、プリントじゃなくて、はい、あとこのアウトサイドのところにも銀の装飾ありますね、はい、でこの辺はシルバーですね。ちょっとが映像と分かりづらいかな、装飾とこのヒールのところはシルバーですね。で、ここがプラスチックですね。プラスチック。高価のウレタンって言ったら、まあプラスチックでしょうね。はい。で、インサイドはこうプレストって書いてありますね。これもシルバー。うん。あの、ジョーダンのトランナーのグレーのやつが私ずっと欲しかって買えなかったんですね。それの色合いにこれ近いってこともあって、こっちを選んだんですけどね。まあ、それはまあ余談ですけど。まあこんな感じでしょうかね。はい、ご視聴いただきありがとうございます。今回は以上です。バイバイ。こっちか。